崎チャンネル。ジョブ。こんにちは。さあもうシーズンも終盤に差し掛かってきて、はい、ここからねクライマックスシリーズがあるチームはクライマックスシリーズ、うん、日本シリーズがあるチームは日本シリーズ、はい、それがないチームはもう来季に向けてと、うん、もうドラフトも終わりましたし、はい、っていうところですね。一番これから興味があるのは、はい、組閣っていう。はー、やっぱりね、うん、監督がどうなるのか、はい、まあね今は10月中旬なんで、はい、まだねシーズンまだちょっと残ってますね、はいはい、まだね、うん、この動画を撮ってる時は、まあ、ドラフトも終わってないんで、はい、まあ、あれですけども、はい、まあ、どうなるのかっていうね、うんうん、まあ、監督が変わった時は速報っていう形でまだ出しますけども、はい、その中で一番興味があるのはね、やっぱコーチ人事、監督人事、はい、やっぱ組閣じゃないですか、うん、で今日はですね、はい、組閣のお友達内閣メリットデメリットっていうところをよく言うじゃないですか、はい、政治の、ね、世界でも内閣とかもそうですし、監督コーチとかプロ野球とかもそうですけど、うん、もうお友達ばっかりじゃないかとか、はい、っていうのをよく言うじゃないですか、まあ、あの人とこの人仲がいいらしいってよく聞きますよね、うん、実績とかないけど、うん、あの人はあの人のカバン持ちやから、はい、能力とかじゃなくてただ入ってるとか、うん、あの人とあの人は同級生で、はい、同じ大学だからとか、うん、同じ地元だからとか、うん、上下関係、はい、高校の先輩後輩、大学の先輩後輩やからとか、うん、あいつらはみんな仲いいグループだもんねとか、はい、ってなるじゃないですか、はい、それのメリットデメリット、はい、うん、でも浜田さんどうですか、そのお友達内閣についての、はい、どう思います？どう、別に野球じゃなくても、はい、いやでもそのお友達イコール、まあ、コミュニケーションが取れる、仲がいいってことじゃないですか、うんうん、だったらコミュニケーションが取りやすいのであれば私は悪くないかなとは思うんですけど、ただお友達内閣を作りたいからといって実績と か, こうなんか優秀な人がこう退かないといけなくなっちゃうのはどうかな、うんうん、とは思いますね、うん、でもまあ悪くはないかなぐらいの感覚です、うん、基本的に僕もお友達内閣別にいいやんっていう、はい、あ、そうなんですね。え、だってね、よくなんか言うんですよ、はい、いや、そんなお友達じゃダメやとか、うん、あとはそんな物言える人入れといた方がいいとか、はい、とかって言うじゃないですか、うん、いや、でもね、はい、反対意見ばっかり言われても、うん、前進まないんですよ、はい、そもそも、うん、だからそんなややこしい組閣にしたって、うん、はい、やっぱりみんな同じ考え方で、うん、野球館も一緒で、はい、以降が、まあ、進みやすいですよね、まあ、チームは作りやすそうですよね。そうです、いい悪いは別としてね、うん、だから僕は別にそれでいいやんと、はい、その代わりにダメだった時は全員一緒にやめてくださいよっていう。ああ、なるほど、連帯責任だよっていう。そう、うん、お友達でもいいけど、はい、もうダメだったらお友達全員一緒にやめてくださいよっていう、うん、はい、そこでね、踏ん張るやつがたまにいるんですよ。 お友達で来てんのに、はい、なんとかそこに居座ろうとして、うん、悪がきするやつがいるんですけど、はい、そういうやつが一番みっともない。へー、だからもうお友達なんだったら僕はそれでいいんですよ。だって結果が出たら、はい、実績やろうがなかろうが何でも別にいいじゃないですか、はい、お友達だろうとお友達じゃなくなろうと、うんうん、でもだからでも結果が出なかった場合は全員 お手でつないでグッバイですよっていう、はい、そんな自分だけ生き残ろうとするとか、うん、監督いきなり裏切るとか、うん、そういうのマジやめてくださいよっていうみっともないですよっていうことがあるんですね。ただね、ただもうただある、はい、っていうのがね、うん、まああるんですけど、はい、まあ、だからまあお友達内閣のメリットは、うん、やっぱり今言ったようにやりたいことがスムーズにできる、うん、で同じ野球観同じ考え方、はい、もしくは言うことに対してノーを言わない、イエスイエスイエスだから、うん、自分と思ったようにやりやすい、はい、まあ、これは僕はすごいメリットだと思うんですよ。お友達内閣っていうのはもちろん仲がいいもありますけど、そのまあ監督になる人のお気に入りだったりとかもします。それから信頼あるとかあるとか、うん、そういうことですね、うん、っていうところで、はい、もううまく進みやすいじゃないですか、はい、でもすごいメリットはあると思うんですよ、うん、でもこの中でデメリットがあるんですよ、はい、このデメリット何かっていうと、はい、明らかにその部門だけ突出して成績が低いとか、うん、だから要は、はい、防御率とか守備面とかはめちゃくちゃチーム成績いいと、うん、その代わり打撃がめちゃくちゃ低いと、はい、でもバッティングコーチお友達やと、うん、逆にねバッティングめちゃくちゃいいと、はい、でも防御率もめちゃくちゃ悪いと、うん、でもピッチングコーチお友達、はい、ってなった時に首切れないんですよ。切りにくいとか切れない、はい、切ったら悪評広がるんですよ、はい、そうですね、お前に呼ばれてきたのに、うん、俺のせいだけじゃないやみたいな、はい、しかもそういう人たちはイエスイエスだから話聞いてきてるから、うん、俺のせいじゃないや、なんで俺だけクビなんだよ、ふざけんなよみたいな、うん、
確かに指示ちゃんとやってるしってなるわけですね。でそうなると辞めてからそういう人たちっていうのは、うん、あることないとこう言いまくるんですよ。はい、うんうんうん。で逆に子分だったら何とか面倒見なきゃいけないから親分は監督っていう、はい、面倒見てやるからそこ踏ん張るじゃないですか、はい、そしたらそこの部分が一向に良くなっていかないんですよ、はい、だこの悪くても切れないっていうのがお友達内閣の一番のデメリットなんですよ、はい、うわなるほど、そういうデメリットあるんですね、はい、いやでもな、じゃああれですかね、そのお友達じゃない場合っていうのはどうやって人事決めてるんですか。だからまあ監督主導じゃなくて球団主導で決められるパターンですね。なるほどなるほど、はい、まあでもそうすると完全にコーチの実力主義みたいな感じになってくるなってくるのと、はい、あとは監督がお友達じゃないパターンのメリット、はいうん、はいはいはい、っていうのは今と逆でダメだった時に切りやすいっていう、はい、もうやめてくださいっていう、で新しい人ピッチングコーチ添えます、はい、だから監督は一緒でもコーチを入れ替え切りやすいっていうのが、うんお友達じゃない内閣のメリット、はい、でもう一つは、うん、お友達じゃないんで、はい、やっぱりそのね監督が全部が優れているわけじゃないし、はい、やっぱり助言があった方がいいパターンもあるし、うん、その時に監督に物言える人がいることによって、うん、そこを正せる、もしくは揉めたとしてもそういう意見をぶつからせるっていうところで、はい、修正できる可能性があると。あ、コーチがちゃんと監督にこうした方がいいんじゃないですかって助言を。そうそうだからまあ落合さんの時は森さん、はいまあ、お友達かも分かんないですけど、はい、ピッチングはもう森さんに全部任せて誰が投げるかは森さんが決めるみたいな、うんうん、それに引いてた人が自分の意見を言えるっていうパターン、はいはいはいうん、っていうのはそういうところで監督の足りないところを補える、はい、監督も万能じゃないじゃないですか、うん、っていうところも補えたり自分の意見を入れるっていう、はい、でそういう人たちは自分の野球理念を持ってるから、うん、辞めたって別に違うとこ行くだけだから、はい、辞めることの怖さがないんですよ。なるほど。だから自分の意見言うじゃないですか、はい、そういったところでいい形の方向を修正できたりとか、うん、監督の能力以上のものがチームにプラスアルファされるメリットがあるんですよ、はい、でもデメリットあるんですよ、はい、組織が崩壊するっていうバラバラになるっていう反発しすぎてとかですか。あと監督も反発して、はい、揉めるっていうパターンです。ああ、揉めることもあるんですね。でそうなってくると選手っていうのはもうそういうの敏感に分かってくるんで、はい、もう雰囲気一気に悪くなるんですよ。へえ。でもうお互いが口も聞かへんとか、はい、もうお互いが好きなことやってるとか、うん、でなって、うん、もうバラバラになっていくっていうのもあるんで。見えるぐらいそんな揉めることってあるんですか。もうあります。もうそのもう何回も見てきてるんで。どういうことで揉めるんですかね、大体そういう時って。だから結局は俺が監督なんやんぞ、はい、っていう、まず一番、はい、だけどそだからそんな、なんか俺最後は俺が決めるんやっていう、うん、それって何ですか、采配とか。いやだからもしじゃあどういうとこですか。ピッチングとかだと、はい、変えた方がいいですよとか、うん、もうこいつに落としましょうとか、はい、もしくはもうちょっと投げた方がいいですよとか、うんうん、っていうのとか、ね、あ、そういうの。あとはもうちょっと休養させた方がいいですよとか、はい、投げさせない方がいいですよとか、うん、っていうのとか、はい、間隔空けましょうとか、はい、連投禁止しましょうとか、うん、っていうのが聞いてくれる人だったらいいですけど、はい、そこ野球感違うかったら、はい、そんなもんいけるやろみたいな。なるほど。そうか、それがお友達でじゃあ全部イエスイエスっていうコーチだったら監督が言ったことに、あ、じゃあ分かりました、この人落としますね、そうとか、まあ、あ、じゃあもうちょっと、まあ、連投させましょうとか、うん、もしくはそこに信頼関係あったら、そうやって言ってたら、じゃあそうしようかっていうね、話を聞き入れてくれるっていうパターンもあるじゃないですか、うん、はい、でも最初から聞き入れ、もう反り合わないみたいなね、はい、何言ってもノーみたいなのもありえるんで、はい、で野手とかだと、はい、監督、今日こいつ使いましょうよみたいな、うん、いや、使わへんみたいな、うん、こっちやって、はい、いやもうそろそろこいつ使って、いや、まあ、ここは我慢やとかね。うん、こいつ我慢して使ってください、いやこれ全然できてないやから、もう二号とせみたいな、はい、選手守りきれなかったみたいな、うん、要はコーチが選手を守ろうとしたけど守りきれなかったみたいな、はい、とかがとかあるんですよ。いやでも監督もなんかその塩梅難しいですね。いや難しいんですよ、うん、でもそれをね、まあ、それを、うん、そういうコーチを手のひらで転がすようにマネージメントするのがマネージャーとしての仕事やろ、はい、って言われたらそうですね。そうですね。でもそんな簡単じゃないです、うん、だそこのメリットデメリットがあるんですよ、はい、どっち取りますかっていうね。そうですね。でも野球感が違うのはもう無理なんですよ。いやそうですね、はあ、野球感が同じで、でも別にお友達じゃないけど野球感は似たような人みたいなのがいいんですかね、うん、だからそうやり始めは反対派も入れとくのも成長するの一つの手かなって思う時なんです、はい、うん、その監督やり始めとか若いうちは、はい、だから原さんが最初一次政権ぐらいの時は、はい、
尾花さんとか、はい、コーチ、うん、いたじゃないですか、井原さんとか、はい、すごいですよね。だから結構すごい方が原さんより年上で、でまあ井原さん西武からの流れもあるし、尾、はい、原さんもピッチングコーチの流れもあるし、うん、っていうところの、まあ、年上の人たちですか。だから監督としてはもう監督初心者だったら心強いですよね、うん、でもそこではやっぱ野球界の違いとか出てくるから、それをまとめるっていうのも試されるわけじゃないですか、はい、全部が全部コーチの言いなりになってもいけないんで、はい、逆に言うとね、うん、そこの経験があったから原さんは今あるんじゃないのかなって俺は勝手に思ってるわけ、で今だとね、そこの経験もあって、じゃあ元木さんとか宮本さんとか新しい地入れながら、はい、新之助をね、元木さんがもうちょい入社監督連れてくる、で連れてこなくてもいいんだから、はい、で原さんはその長嶋さんの時に、うん、その全試合じゃないけども原さんが采配振るった試合もあるらしいよね、はい、サイン出せって原さんに、そういう教育もされてるらしいから、はい、ひょっとしたらあそこも原さんが新之助に、うん、今日の試合お前全部サイン出しやれみたいな、うん、っていうのを言った試合がひょっとしたらあるかもしれない、はい、っていうぐらいの多分 そういうね、自分がやってきた経験が生きて、それを多分新之助はいつか監督やるから、はい、それをこうなんかジャイアンツの継承みたいな感じで行くっていうね、はい、ところを考えると、この井原さんと尾花さんがいたこの重鎮2人を従わせたっていうのは原さんにとって大きなこの成長なっていうところもあるし、はい、逆にお友達だけでがっちり固めて行くパターンでも結果出した人もいるし、はい、まあ難しいですよね。そうですね、まあ、いろんなパターンがあるわけですもんね、うん、でも俺はお友達が絶対ダメやとは思わない。じゃあ里崎監督だったらどういう感じの、まあ、ざっくりでいい、ね、組閣にしますか。俺、はい、俺も誰でもいいね。そうなんですか、うん、え、でも球団にいいコーチ連れてきてみたいな。俺がもしなったとしたら、もう絶対的に置いてほしいのは、はい、バッテリーコーチの山中さんと、はい、それはもう俺育ってもらったっていうのがあって、あ、もう、そうですね、もう任しとけ。俺自分でやるのが好きじゃないわけ、はい、だから俺はもう全部やってほしいの、うん、だからやりますっていう自信がある人だけいてほしい、はい、あ、もう全部任せてくださいぐらい。あ、そうそう、できるのでやって、ダメだって切っていけばいい話だから、はい。ある意味信頼して、そう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 、自分やる気ありますよ、結果出す自信ありますよっていう人に集まってほしい、はい、でそれを集めてやったやつを結局俺がどう使うかだけだから、はい、仕上げるのはそっちで仕上げてきてねみたいな、はい、仕事でしょみたいな。どうします、山中さんすごい恩があるわけじゃないですか、うん、じゃあ山中さんもう全部任せますって、うん、そしたらめちゃくちゃその選手の成績が良くないってなったら、うんうん、山中さんでも結局俺はキャッチャーだからそこはいけるじゃん。あ、そっか、出て、まあ、そしたら一緒に、まあ、一緒にじゃあこうした方がいいんですかってコミュニケーション取って、そうそう、取れるから、だからもうちょっとこうの方がいいんじゃないですか、どうしますみたいな感じで取ってできるから、はい、考え方一緒だから、はい、だからやりやすい。あ、そうですね、教わってきたから考え方一緒なんですもんね。そうそう、だからそれがもう悪かった場合、はい、もうちょっとこうやってやってみましょうかとかってお互いできるじゃないですか、はい、だからそこがあるから、それを修正していく術はそこあるから、もうそこは一心同体だね。あ、なるほど、うん、でバッティングコーチは福浦さんは絶対いますと、はいはい、もし俺が監督だったらね、はい、でそれは俺は福浦さんに教わってそこがあるから、うんうんうん、だからここも一緒の考えだから、うん、ある意味、ね、で分かってるから、うん、そうそうそう、はい、だからもう一連択肢だね、うん、あとのポジションはもうどうぞどうぞやりたい人、まあでもやっぱりじゃあみんな自分が監督になるってなったら、それでコミュニケーション取れる人がお世話になった人とか、うんうん、考え方が一緒っていうのは大体分かるじゃないですか、うんうんうん、そういう方を、まあ、どこかにも置くっていうのはやっぱりあり得ることっていうのは、まあ、あると思うよ。ありますね。それを全部そうするのか、うん、一部そうするのかの違いだと思う、はい、なるほど。だからでも俺は別に全員お友達でも別にいいやんっていう、はい、でもデメリットはクビにできないっていう最大のデメリットがある、うん、はい、だここが最後自分の首を絞めるっていう、うん、ことになりかねない、はい、まあ、でもどっちにしろお友達内閣であれそうでなかれ、メリットもあればデメリットもあるってことですね。そうそうそう、どっちもね、うん、だからもうどっちがいい悪いじゃないと思う、うん、だから別になんかお友達だとさ、目くじら立ててめっちゃ言う人いるやん、ね、あの人仲いいからっていう、うん、ひがみかっていうもうひがみにしか見えない。そうなんです、いいやんっていう、はい、お友達でやったらいいやん、もうだって同じ考えでもの方がいいやん、その代わりにダメだったら踏ん張らないでよっていう。そこだけですね、はい、ダメで踏ん張ったら、うん、もうそれはお友達だろうと、うん、もうダメなんだ、うん、俺の中で、はい、クソみたいな組織やな、これダメな組織に のもう象徴みたいな感じだから、はい、だからまあね、今後シーズン終わってみて、うん、まあ多分大きく変わらないと思うの、はい、1、2軍の入れ替えとか、うん、まあ、俺はもうそもそも1、2軍の入れ替えがあんまり好きじゃないんだけど、はい、違うじゃんね、2軍でちゃんとやってきたのにいきなり変えられてもね、はい、巡回コーチぐらいだったらいいけど、コーチの入れ替えってことですか。そうそうそう、
外からはなかなか難しいと思うよ、はい、だってそんな11月の中旬以降にいきなりコーチって外の人もよっぽど暇な人だったらいいけど、はい、仕事がある人とかだとそれをもう来年の予定も決まってるのに、はい、なかなか行けないじゃんね、うん、そうですね。あとあの来年現場に帰らないって言った仕事とかもあるからね。来年現場に帰らないっていう条件で決まってる仕事とかもあるわけ、はい、ああそうなんですか、うん、そう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 、へえ。だって俺なんて特にゴルフ番組始めてるのにユニフォーム着るわけないやん、はい、そうですねレギュラーで、はいはい、いきなりもう10月から始まって、はい、あのもう1月からちょっと現場行くんでやりますって、そんな無責任な話できんやん、はい、だそういうのもあるからね、うんうんうん、だからなかなか動けないから、はい、そんな入れ替えことしないんじゃないのかなと思うんですけどね。なるほど。でもまあそうやって見るのもね、お友達で何が悪いっていうね、はい、じゃあまた組閣ねこれからされると思うんで、そうですね。だからあとね、あのいやあそこの部門のあのコーチ結果も残してないからクビにした方がいいんじゃないのかっていう人いるかもわかんないですけど、はい、お友達なんでねクビにはできないですお友達内閣の場合は。ちょっとそういう見方もして、そういう見方した方がいいですね。はい、はい。